アーロン・カリーは、ノースカロライナ州、ファイエット・ビル出身の元アメリカンフットボール選手。ポジションはラインバッカー。高校時代はラインバッカー及びタイトエンドとして、プレーした。大学に進学する際はライバルズ .com、スカウト .com のそれぞれから2つ星の評価しか受けていなかったが、ウェイクフォレスト大学、イーストカロライナ大学から、リクルーティングを受けて、 ウェイクフォレスト大学へ進学した。ウェイクフォレストを選んだ理由は、自宅から2時間の距離にあったこともあるが、自分に対して、奨学金のオファーをしなかった、ノースカロライナ大学、デューク大学、ノースカロライナ州立大学など、アトランティックコーストカンファレンスの大学へのリベンジだと、カリーは語った。1年時の2005年は10試合の先発出場を、含み11試合に出場し、 チーム5位の39タックルを挙げて、スポーティングニュースより、フレッシュマンのオールアメリカンセカンドチーム及び、カンファレンスのフレッシュマンオールチームに選ばれた。2年時の2006年には、アウトサイドラインバッカーとして、全14試合に先発出場し、チーム2位の83タックルを挙げた。3年時の2007年には、カレージフットボールのラインバッカーとしては、シーズン大記録となる3、 インターセプトリターンタッチダウンを挙げた。またこの年、インターセプトリターンで226ヤードの大学新記録を受立した。また、チーム2位の99タックルを挙げて、カンファレンスのセカンドチームに選ばれた。彼は2008年のドラフトにアーリーエントリーすることも検討したが大学に残った。4年時は105タックルを挙げて、バトカス賞を受賞、ESPN。 プロフットボールウィークリー、スポーツイラストレーテッドから、オールアメリカンに選ばれている。2009年の NFL ドラフトでその年のドラフト、候補中、最も優れたラインバッカーと広く考えられていた、彼は、全体一位指名もあるのではと予想された。ESPN のメルキッパージュニアは彼を、キース・バラックと比較した。ドラフト当日、シアトル・シーホークスから全体4位で指名された。 これは2000年のドラフトで、ラバー・アーリントンが、ワシントン・レトス・キンズから全体2位で指名されて、以来最も高順位であった。契約は難航し、トレーニングキャンプが始まった後の8月9日、6年6000万ドルで、シー・ホークスと契約を結んだ。3400万ドルの保証は、q b 以外のポジションの選手としては、史上最高額であった。 先発ストロングサイドラインバッカーとなった彼はセントルイスラムズとのデビュー戦で4タックルを挙げた。また第3週のシカゴベアーズ戦ではジェイカトラーからプロ初サックを挙げている。2011年序盤プレーに制裁を欠いたため控えに降格されトレード要因となった。2011年10月2012年のドラフト7巡指名権。 および2013年のドラフト指名権と引き換えに、オークランドレーダースにトレードされた、彼は先発ウィークサイドラインバッカーとして起用されることとなった。この年先発9試合を含む11試合に出場し、46タックルにハンブルリカバーを挙げた。2012年、膝の負傷により、トレーニングキャンプを全球、開幕から PUP リスト入りした。その後、 アクティブロースターに入ったが、11月16日のボルチモアレイブンズ戦で23,625ドルの罰金を課され、11月20日、レーダースからカットされた。2013年5月10日、ニューヨークジャイアンツと契約を結んだ。8月25日、ロースターを75人に減らす段階で、ジャイアンツから解雇され、8月28日、引退を表明した。 父親はデトロイトライオンズ、ボルチモアコルツでプレーしたレジー・ピンクニー。親子の間は疎遠なものとなっている。現在彼は妻、息子とワシントン州ベルビューで暮らしている。ありがとうございます。